中日ライデル、チームのみんなと優勝争いがしたい。ごめんな、泣き。亡命していいんだよ。中日思いのライデル。自分にとってドラゴンズがなかったら、今の僕はいない。自分はこのままでいいから、チームのみんなと一緒に優勝争いがしたい。ごめん、マジで泣けてきた。フロントと首脳陣はこれを見るべき。ライデルがいるうちに絶対優勝しような。あと、まだ死ねません。おばあちゃんが中日を見れてる時までにせんとあかんぞ。彼女は不死身やで大丈夫や。俺、悔しいです。優勝じゃなくて優勝争いでいいのかよ。ロドリゲスが亡命した意味がなんとなくわかったような気がしたよ。ごめんね、ここじゃ無理かも。ライデルが海を渡っても誰も責めない。監督として帰ってきてね。ドラドラ情報局は、中日の素晴らしい情報をお届けしているので、チャンネル登録、よろしくお願いします。